はい、インディーズバンドルームスさんのリーダーコートボーカルのランです。どうもはい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。はい、ということでですね、はい、この動画はですね、前回ね、クリスタルキングの愛を取り戻せという曲をですね、動画で僕たちが見た反応っていう動画を出したんですけども、それを やるとですね、はいはい、結構再生されたんですよ、はいはいはい、でそこのコメント欄のリクエストに、ぜひアルフィーの愛を取り戻せをカバーしたのがあるんで、それをぜひぜひ聴いてくださいっていうリクエストが むちゃくちゃ多かったですよ。アルフィーさん結構いろいろカバーされてますね。なんか最近いろいろカバーされてますんでね。結構カバー、そうですね、きっちりこうやってカバーすることも最近多くなってきたんじゃないかなと思って、ね、そうですよね、でそのリクエストがですね、非常にたくさんありまして、これはちょっとやらんわけにはいかんやろと、こんだけリクエストあったらとね、いうことでですね、ちょっと早速ね、視聴の方をしていこうかなと思うんですけども、これいつかな、45周年アニバーサリーベストヒット、2019って書いてある。2019年春の乱ですね。だから去年か、最近ですね。超最近、最近で、去年だから64歳の おじさまたちがですね、すごい、歌う愛を取り戻せというのを言ってます。はい、あ、広告だ。ギャーわーうーちょっと広告がありまはい、始まりました。出だし全然ちゃうねんけど、こういうところがちょっとアルフィっぽくなってるよね。あ、こういう感じね。ああ、来た。あ、来た。あー言うて、すごい。あ、まあ、こういうところがちょっとアルフィっぽい感じ。あ、すごいな、バチッとあって、うん、ハモリほら、すごい。これ実はキーは多分1音ぐらい下げてるはずなんですよ。あ、うん、ちょっとキーは元の曲よりは。ああ、でも確かにキー下がってる。このなんか坂崎さんがこう寄せていってるっていうところを見てください。私も思った思った結構こんなにねちこく歌うタイプの人じゃないなって私思ったんで、はい、へぇこれがよ64歳の、おじさまたちでございます。はぁ、パワフルやな。ちょっとこうプログレ風になってるんですよ。高いなよう出るな、この年でこの木、うん、こんなにしてる、こんなにしてあるこういうところが、あ、ここでソロ入んの。いや、これでも原曲と変わんないですよ。ここはそうでしたっけ、ここの構成は。ちょっと伸びてるんかでしょ。ソロの入りはいいんやけど、あの原曲やねんけど、はい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 、ちょっとこういうアレンジがちょっと入ってるんですよ見せますね。高見沢さん結構ギター弾きたがりなんで見せるね。高見、大体の曲に実はギターソロ入ってんねん。あ、でも、うん、確かに今まで見てきたやつみんなそうやわ。おお、見せますね。おー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 、あ、ここで入んの。切り裂いてなんでしょうかね、バージョンで言えば、なんでしょう、メタルバージョン的な感じかな。まあでもそうですよね、ドラムとかが結構ツーバスで、うんうんうん、あ、でもこうやってなんかこうバッチリロック調にアレンジしてくれるの嬉しいな。
すげえすげえ息がすげえ長っ。ギター弾きたい。もうビャンビャンやってはる。あーあでもこのあーのハモリめっちゃ綺麗やな、うん、なんかあの機械から音出してるみたい。まあ PA の調整は若干ありますよ。でも ありますけど、うん、一切ブレない。あのねハモリがあの綺麗になるのってどっちかというとね、あの年いってからの方がどん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 綺麗くなってるんですよ。あの若い時よりも、はい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 、僕のまあ主観ですけど。でも実際あのなんていうのかな、桜井さん自身もなんかこう若い時っていうかこう結構昔の映像を見るのと最近の映像を見たのでも全然声が伸びが違うっていう伸びが変わってきてますよね。だからやっぱりこう他の皆さんもパワーアップしてはるいう感じですね、うん、そうですね。なんか年を取るたびにだんだん、ね、の声の方がね劣化しないってすごいな。若干多分歌い方も変えてるんだとは思いますけど ね、そのやっぱりあんまり無茶すると喉潰しちゃうんで、ね、年齢いってから喉潰しちゃうとちょっと回復も遅いんでね。だからこんだけロック調の曲をやって歌ってるっていう、だってまあロックミュージシャンのありあることなんですけど、大体劣化するんですよ、みんな年いったら。そうですね、無理した歌い方するんで、まあ、誰とはちょっと言わないですけど結構いますよね。大とはっていうか結構あるあるなんですよ、うん、だからもうあのなんていうんですかね、もう久々出ました、映像見ました、あれ声出てへんっていう人結構いてはるので、はい、それがなんかもうどんどん良くなってるってすごいですよね、うん、で、あの、ね、全然関係ないんやけど、うん、僕が驚いた高見の64じゃないですか、うん、はいはいはい、腕がツルツルやねん。でツルツルで普通年いったらこうなんちゅうのシワシワなる、シワができるんですけど、ハリがなくなるから全くないのですごいな。なんかあの水分ない感じ分かります。なんかこうクシャってしてる感じが、あれは全然なんか確かに確かに歌と全く関係ないへんけど見るポイント、今見たら女子女子すごいなと思って。それ考えたらね、肌も綺麗ちゃいます。いや綺麗ですね、一番ツルンってしてるっていうか。で僕でももうちょっとあれですよ、もうこう腕おっさんになってきてますからね、うん、この辺とか。いやでもで鍛えてる割にはこうなんちゅうの、あの皮下脂肪があるというか、まあなんかムチとではないですけどね、うん、なんかこうなんかトゥルトゥルなんですよね。いやもうなんかあの美しい64歳美しい64歳、美しいわ。あのねこれちょっともう一個いこうと思うんですけども、うん、あの宇宙戦艦ヤマトも僕好きで、ちょっと今回この動画2本見てみよう。まあちょっと途中までになりますけど、あのカバーしたことありますよね。僕が、ね、あのルームさんっていうバンドをやる前に一回カバーしたことはあるんですけども、こっちのアルフィーバージョンで一回カバーしたことはあるんですよね。これもロック調のやつですよね、はい、2009かな。あ、こっちの派手な方いきますか。これ2015って書いてる格好、ベストヒットアルフィーファイナル2015。でも派手な方がいいな。派手な方いきましょうか。あのギターにねめっちゃなんか、なんかもうやばいギターがある、羽っぽいのついてる。羽って言ってもなんかこうこんな羽。何これ、やばいよこれギター。何ついてんの。光ってます。あもうスモーク焚いてこうやって、あ羽や思ったら天使、そう天使とか、うわドラムかっけえな。テッテクタンテクテッテクタンテクテクタン、うわこの曲もよくできてますわ。合ってるというかキー、うんうん、これは上げてるんですよね。確かに佐々木勲さんってもっと低いから、うわツーバスドクドクめっちゃいいな。いやめっちゃ綺麗ここ。
そう。おお、すげえ。すごいギャップですね、原曲と、うん、これはもう原曲よりキーガーンって上げて、うん、ギター弾きたいあの高見沢さんもうそれ弾いてからこのシーン入るとちょっと私来たでーよ感じになってくる。短い曲なんでこれもともとね、ちょっとプログレ風になってるけど、いろんな要素を入れてリズム変えたりとか。あーでもなんかアレンジうまいな。あ、もう感想が多分歌一尺ぐらいあると思うんですけど。その間高見がずっと弾いてるみたいな。そうそう。そら見せ場作らんと何のためにギターこう派手にしてんねんいう話になるよね。このダララッダララいうとこがすげえかっこいい。これ2009やから確かこの2009年の時にあの映画をやったのかな。何の映画？ヤマトの。あ、ヤマ、ヤマトいろんな映画あるんですよ。実写？実写じゃない方やと思います。これはアニメやったと思います。あれなんかキムタクが実写でやってませんでしたっけ。あ、それ私も実は映画館で見ました。あ、見たんや。見た、キムタク。うん、男前やな、思って。いやー、かっけえな、ここ。私、このヤマトの、いやー言うてちょっとしゃくるとこめっちゃ好きですね。これかっこいい。愛を取り戻せもね良かったんですけど、僕個人的にはこっちの方が好きなんですよ。大和の方が好きかなっていう個人的にはね、うん、どっちも大和はねリアルというか再放送で見てた世代なんで、はい、もっと古いんでね大和ってね。このね、ヤマトはだから、個人的には好きで、まあ、だいぶ昔、もう10年ぐらい前に1回カバーでやりましたけどね、うんうんうん、でもこのツーバスのドラマがいけへんかったからこの雰囲気が作れないんですよ。あ、そらそうですよね。これドゥンドゥドゥダンドゥドゥダンみたいな。しかもバスドラドク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 やってる上でハーモニーなんで、なんかそのギャップがいいですよね。メロディーはゆっくり進んでるのにリズムはすごい細かく刻んでるみたいなね。これだから ほんまにちゃんとしたオーディオのちゃんと 原曲というかその iTunes にあるやつをそのままスピーカーで聞いたらもっとかっこいいですけど。いやー、うん、すごい。まあ、こういうアニメの曲もねいろいろカバーしたりね。なんかちゃんと自分たちのこう、うん、曲っていうか自分たちのやりやすいようにっていうよりかなんかこうね色にある程度落とし込めてるのがすごいですよね。そうですね。そのなんかこうあれやこれやってもアルフィー風味というかね、うん、味付けがそのアルフィー風、そうそう、ね、あこれアルフィーやってすぐパッて流れればわかる、一発でわかるのと、でもなんかそれがなんか嫌味でもなんでもないです、うんうん、あこれはこの形でありやなって誰が聞いても思えますよ、ね、これはね。めっちゃすごいな。だからこれもね、この60代でこういうことをやるっていうバンドもなかなか、あれ日本ではあんまないんかな。ないですかね、60代でやってるとこって。こんなアレンジってね、普段何聴いてはんねやろ、曲。そうそうやっぱりね、僕もそのロック好きなんですよ。この、うん、ツーバスとかのドゥンドゥクダンドゥクダンドゥクダン、このなんかこう、足、はいはいはい、バスドラいっぱい入るやつ好きなんで、はいはい、まあまあ、ようなんかドゥクドゥクしてんの好きやん、ドゥクドゥクしてんの好きなんですよ。言うてますね。だから X の紅とかも大好きやし、まあ、XJAPAN ももちろんもういろんな曲ね好きですけど、ドゥクドゥクしてる曲結構好きで、だからこのなんか宇宙戦艦ヤマト、ヤマト自体の曲がもともと好きで、でそれをさらにそのドゥクドゥクを入れてですねアレンジされたから、おおかっこいいなと思って聴いてたんですよね。
はい、まあ、てなことで、今回はですね、アルフィーのアニメのカバーを2曲ですね、愛を取り戻せと宇宙戦艦ヤマト2009ですか、はい、こちらを、ボーカルのランに見せた反応という、動画になりました、うん、ということで、また引き続きね、いろいろリクエスト来てるんですよ本当にもういっぱい来てるんですよ、小枯らしに抱かれてってキョンキョンの曲があるんですけれども、あれももともとアルフィさんが作った曲で、まあ、タカミが作った曲で、はい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 、あと真っ赤な嘘とかいうね、明石家さんまの曲があったんですけども、それも、実は高見の曲だったりとか、そんなんも聴いてくださいってことめっちゃ来てるんで、順番にね、はい、時間の許す限りやっていこうと思ってますので頑張ってやっていきます、はい、ということで、この動画を終わりにしたいと思います。はい、チャンネル登録の方よろしくお願いします、はい、ご視聴ありがとうございます。ではでは。You are